私が止水艦を落とした後、しかし都から戻った私を待っていたのは黄金の残党と組んだ高孫さんのボーイであった。えい、あちこちと落ち着かぬな。名族の度量の広さで旧敵呂布を迎え入れ、高孫さん撃滅に向かう。我らは高孫さんを攻める。呂布は山城を攻め敵を防いでおれ。この首おとなしく渡せ。久々に強敵と会えたわ。敵将討ち取ったり。炎将軍はのろまなやつばかりだ。呂布の活躍ばかりが目につくな。信用ならんというに。我が軍の者たちは何をしておる。名族が率いし軍の勇壮なる様見せつけてやらぬか。呂布だけに手柄を立てさせてはいかん。潰してやれ。
呂布軍が敵の伏兵に襲われております。貸した兵ごと裏切られてはかなわんか。呂布を手助けしてやろう。攻撃に備え守りを固める。俺の攻撃かわせるか。よし、回復してくれよ。のやりさばき生きれるか。その首おとなしく渡せ。若造が恩をあだで返すつもりか。信じる者のためにブルーのみ。
晴らしいですね。強いな。だが次に会った時は勝つ。敵将打ち取ったり。久々に強敵と会えたわ。敵将打ち取ったり。本首頂戴しに参った。覚悟されよ。ここは引く。敵将打ち取ったり。我らも続くのじゃ。敵とのごとく速やかに攻め込む。神の声か。私は立ち上がり、敵将打ち取ったり。我らはさらに上を目指す。策など不要ですかな。高孫さんと族の長縁は殲滅した。これで河北一帯は遠家のものとなった。諸将の力によって我が軍の国力は充実し、兵士たちも自信にあふれている。
孫さんを打ち合うここに至って私は天命を悟った。新しい世は我が方には大軍と十分な兵隊がある。曹操が小賢しい策を打つ前に堂々と正面から破るのだ。進む。そうそう、私の前に立つとは、不遜なり。この円本書が国賊として成敗してくれよ。ふん、生まれにあぐらをかくだけが名門たる者の務めではないぞ。中心の皮をかぶった俗物よ、そろそろ退場を願う。余計な策などいらん。一気に攻めよう。
間を置かず攻め立てよ。陣雷と化して敵陣を裂く。一人か死にたいようだな。バカな、この俺が貴様ごときに。馳せた有名におごったか。敵将元領関雲長が討ち取った。敵将元領討ち取ったり。敵の攻撃に備え守りを固める。乗れ元領の仇取らせてもらう。俺もやりますぜ。討ち取ったり。元領の痛みを知れ、覚悟。私憤で荒ぶるは暴、我が部に及ぶべくもござらん。乗るでない。この差し仲間に。うせえ。残念です。敵将討ち取ったり。敵将文集討ち取ったり。何、元領も文集も討たれただと。そこに直れ。激しく攻め立てるぞ。続け。敵ながら見事よ。ああ、武装の兵糧庫に救いの手を。兵糧は捨ておけ、城を落とすのが先だ。兄弟子に参る。覚悟されよ。皆の武を持って一気に攻め切る。俺もやりますぜ。討ち取ったり。Hunt!
常に兄弟と共に敵将討ち取ったり。できると思うな。そうそう、城にこもるか。工場兵器を出せ。いぶり出してくれよ。城への侵入を許すな。放て。Dynasty!
敵将を討ち取ったり追い込んでしまいましょう。もうこれ以上守ることは。せめて美しく散らせてやりましょう。魔王カズ攻め立てよ。もうダメだ、助けてくれ。では何も照らせん。それがわからぬか。そろそろ決着をつけようか。永続のある気が飛んで。おのれ曹操、私を愚弄することは許さん。せめて美しく散らせてやりましょう。我どもは天下は定まらぬのか。敵将討ち取ったり。旧友を自らの手で本、私はまだ行け。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、乱世を超えた今、力なき官室は不要なり。我が遠家が新たな時代を築くのだ。